トロントで行われたピローファイトフラッシュモブフラッシュモブとは雑踏の中の歩行者を装って通りすがり公共の場に集まり前触れなく突如としてパフォーマンスを行って周囲の関心を引いた後解散する行為ゲリラパフォーマンスの一種である2000年代の電子掲示板や SNS の普及と共にフラッシュモブが現れ拡大を続けてきた競技では 政治的な意味合いを持つものは含まれない。現代芸術的な様相を提する場合もある。企画者がインターネット上や口コミで不特定多数の参加者に呼びかける際には事前の準備に手間やコストがあまりかからないようにし、難しいテクニックを必要とせずに単純なパフォーマンスを求めるなどして参加へのハードルが低いものとしていることが多い。2003年5月に ニューヨークでビルは軸が始めたのが最初と言われる。日本においても各地で開催されるようになってきており、社会性や規模、クオリティなどから、その一例として、2012年12月24日に羽田空港で行われた東北支援、チャリティーイベントや、2013年8月11日に、新宿で行われた世界平和コンサートへの道、同年11月17日に、 福岡市で行われた800名の市民が参加した福岡マラソン PR の大型フラッシュモブなどが挙げられる。また、フラッシュモブという言葉が未だない2000年代初頭から匿名掲示板で集った人々により大規模オフと呼ばれるフラッシュモブに類似した行為がたびたび行われ話題となっている。なお、街頭などで複数の人間が突然ダンスを踊り出す。 ダンスフラッシュモブの略を指す場合もある。スマップの50枚目のシングル、ジョイのミュージックビデオでは、スマップとダンサー千人によるフラッシュモブダンスが演出として使われた。2014年に放送されている総合警備保障の CM では、同社所属アスリートを中心としたフラッシュモブダンスを披露し、それを目にした外国人がフラッシュモブのセリフを言うシーンも収録されている。 ありがとうございます。